ハットリコータハットリコータは、千葉県奈良市の市出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者。現役時のポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー。渋谷教育学園幕張高等学校卒業。現在は、ファジアーの岡山優1 8監督。5歳の頃からサッカーを始める。主に攻撃的な MF として、プレー、高校は、渋谷幕張高校へ進学。 宗方マルコス望むから指導を受けている。高校3年時には、千葉県選抜として、福島国体少年部門優勝、U、U-18 日本代表にも選ばれた。東京ガスサッカー部からの熱心なオファーを受ける、つもりでいたが、渋谷幕張高校のコーチから、J リーグでの挑戦を後押しされ、本位する。1996年、サンフレッチェ広島に入団。同年には、 AFC ユース選手権一時予選に出場する U-19 日本代表に選ばれる。同年11月9日、対横浜マリノス戦で74分から途中交代出場し公式戦デビューを飾る。1997年、エディトムソンが監督に就任すると攻撃的な MF から左アウトサイドにコンバートされる。 同ポジションレギュラーでもあり日本代表でもある、道木隆二の怪我もあり試合経験を積む。1998年、道木が移籍したこともあり左サイドでレギュラーとして定着し、同時期にレギュラーを掴んだ久保達彦とのホットラインを築いた。当初はフリーキックも蹴っており、同年8月22日の J リーグ初得点も直接 FK で決めている。 2000年7月29日対清水エスパルス戦で J1 通算100試合出場を達成。2001年にはバレリー日本武西が目指した攻撃的なサッカーでは左サイドバックとして活躍攻撃能力が開花し11アシストし右サイドの駒野智和との両サイドは攻撃の起点になり攻守ともに重要なポジションともなった。しかもチームは J1 残留争いをしている状況の中、両足子を怪我した状況でプレーし続けた。残留が決まった同年11月21日、右第5中足骨付部骨折、左第5中足骨骨折、左外側半月板部分切除の手術を行う。2002年、キャンプから怪我が再発し、同年7月から復帰するもののなかなかコンディションが上がらなかった。 前節までの累積3枚により、同年11月23日対カシワレイソル戦にて、出場停止。これが2011年現在で最後の警告による、欠場である。2002年末、チームは、J に降格してしまうものの残留。2003年、J2 では、セザールサンパイオとのコンビで、左サイドを制圧し J1 昇格に貢献した。 2004年、上村健一の遺跡に伴い首相を務めた。2005年7月2日、対柏レーソル戦で、J1 通算200試合出場を達成。この間、リーグ及びカップ戦すべての公式戦に、フル出場を果たす。2007年3月10日、対柏レーソル戦にて J1 のみ100試合連続フルタイム、出場達成。2008年、2度目の J2 となったが1年での、 J1 昇格に貢献、キャリア最高の4ゴールと流れの中からのクロスのみで12、アシストを上げ、アシストランキング2位となった。2009年5月9日 J1 第11節対、ジェフユナイテッド市原、千葉戦で、史上38人目 J1 通算300試合出場達成、2011年5月21日 J1。 第12節対ビッセルコベ戦で史上22人目の J1 通算350試合出場を達成した。ただ2010年以降は山岸里氏の加入や石川大徳の台頭により出場機会が減り、同年10月右足高骨折により離脱しそこから復帰するも控えが続いた。2011年末、広島から高知天津へのオファーを受けるも現役にこだわった。 2012年、即戦力の左サイドを探していたファジャーの岡山に完全移籍した。シーズン中に内転筋痛が向上化し、これをきっかけに引退を決意。同年シーズン終了後に現役引退。2013年よりサンフレッチェ広島ユースのコーチに就任。その他の公式戦。ありがとうございます。